ギタリストのりちゃんの小部屋でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。どうですか、もうねハロウィンが終わりまして11月になりましたけれども、はい、もうあとはクリスマスとお正月と、もうあと2ヶ月もうないという状況でございますが、静岡のね街中もすごく賑わってましたよ、ハロウィンね。ちょうど駅北、静岡の駅の北側にちょうど丸いとかあるあのビルですね、あの周辺にで若者がもうすごいわちゃわちゃとね、まあもちろんね東京都内のね渋谷のねハロウィンに比べればそれは規模としてはまあ100分の1なのか1000分の1なのかというところですけども、まあ一方でねそれこそお隣韓国でですねイテウォンという場所で起きた大変悲惨な事故が起きてしまいましたが、圧死事故ということでございます。これね群衆事故っていうそうで、昔はね将棋倒しとかドミノ倒しなんていうことを言ってましたけども、今将棋倒しって言葉使っちゃいけないみたいなんですね。過去にねその京都かなどっかの事故、やっぱこの群衆事故が起きてね、その時に日本将棋連盟からですねクレームが来て、将棋倒しって言葉を使わないでくださいっていう、そうなってダメなんですよ今。そう難しいんです。ただ今回のこの事故でですね、まあ一部ね報道では将棋倒しって言葉を使ってるコラムもありましたけれども、まあ本来は良くないということでございますが、だん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 ねそのコンプライアンスというのか何ていうのか、まあねえだんだん言葉を選ぶ時代になってきてしまいまして、もうねすごいですね。でもね156名亡くなったって、これ日本人のねこれ一言ではございません。本当に日本人の方もね2名の方がお亡くなりになったということでございますし、もう本当にこれからねおそらくこういった大きなイベントは割とこうね警察とか行政とかがいろいろとこう厳しくなってくんじゃないかななんて、まあそんな予感がしておりますけれどもね。はい、そんなわけでございますがですね、このねハロウィンなんですけどもね、実はまあこれは昔の話なんですけどね、まあ昔私アメリカ合衆国って国にちょっとホームステイした時期がありましてね、その時にまあちらっとそのハロウィンをちらっと一瞬見たんですよ。そしたら昔のハロウィンってすごかったらしいですね。今のね仮装とは比べ物にならないほどとてつもないこう今でこそこう年々こう衣装ってこうだんだんこう派手になってくるって言えばいいのかな、衣装がだんだんこう過激になってくる、そんなこう流れがあるじゃないですか。ところがですね、僕今日資料持ってきたんですけどこれ昔のハロウィンって本当昔ですよ。もうアメリカにこのハロウィンという文化が入る前のね画像がですね出てきて、皆さんこれ見てください。これ今のハロウィンとはもう比べ物にならないほど恐ろしいこの画像がありますけど、これ怖いですよね。これもう怪獣ですよね。これをまた持ってくる俺もどうかと思うんだけどね。まあこういうねもうもはやもう怪獣でございますね。もうこういう世界がハロウィンだそうですね、もともとは。はい、過激なね、まあこういう、まあ今に始まったことではなさそうでございますが、まあ何しろね皆さんねこの群衆事故ね、人混雑しているところは今後はやっぱ気をつけていただきたいなというふうに思っております。はい、そしてですね早速のりちゃんの小部屋スタートしたいと思いますが、今日はですね素敵なですねお二方をですね、ご招待いたしております。ちょうど僕のこれ世界と言いますかね、僕の仕事に深く非常に関わり、もう普段大変お世話になっているお二方でございます。フラメンカ舞踊家の二人でございます。中井真紀子先生と岩川優香先生です。よろしくお願いします。そういう登場の仕方ですか。ちょっと待ってくださいよ。
どうぞお二人、お座りください。お邪魔します。今日は本当ありがとうございます。本当にお越しいただきまして。ノリピー先生ありがとうございます。いや、とんでもございません。ノリピー先生と言われてしまいましたけど、僕は一部ではどうもノリピー先生と言われてるみたいでございましてね。スタジオでね。今日は、これはノリちゃんですからね、番組はね。ノリピーってなると。ノリピーに変えた方がいいんじゃないですか。ノリピーの子で。じゃあ、そこはじゃあちょっと年内検討ということで。はい。すごくね。ということでございますが。親しみを込めて。はい。そして皆さん、もう一度ね改めてご紹介したいと思いますが、皆様のカメラからですね、真ん中に今座っている方が永井真紀子先生。永井です。よろしくお願いします。そして、カメラで、これ左にいらっしゃる方ですね、岩ヶ谷由香先生でございます。よろしくお願いします。岩ヶ谷由香です。お願いします。さあ、今までいろんな分野の方ここに座っていただいて、最初はその不動産とか町のそういういろんなこう交流に関わる方をね呼んだりしたんですけども、そんなかしこまなくたっていいですよ、ね、普通にちょっと緊張してる。いつもあったらすごい。どこ見ていいのかわからないですけど、カメラはですね、こちらでございます。はい、こちら、はい、このこちらカメラでございますよね。すいません、はい、で、まあ、はい、何の話、何どういうなご紹介いただくことでした。はい、はい、いやいや、とんでもないです。そう、いろんな方をね、来ていただいて、今日は本当に僕の本当にもう一番深い関わりのある世界、お二人にですね来ていただいたんですけども、本当楽しみなんですけども、ところで僕普段ちょっとギター伴奏でお世話になってるんですけど、どう実際全然把握できてないところがあるんですよ。っていうのは、スタジオって どことどことどこにある。まず永井先生、私から、はい、じゃあ、はあ、私はですね、はい、静岡の、はい、教室が2軒、静岡の教室が2軒、はい、清水とそれから、富士と三島で、はい、お教室やらせていただいて。清水っていうのは静岡とは違うってことですね。そうです。静岡でも、うん、静岡市内駿河区か清水区かの違いなんですけど。あ、なるほど、はい、あ、ということですね、うん、あ、じゃあそうですね、じゃあもう県内ですね。そうです、静岡県内。以前焼津の方も行かれてませんでしたっけ。あ、そうです、焼津もあったんですけれども、はい、はいはい、焼津の方はねちょっといろいろな諸事情により、諸事情によりいろんなことがあって諸事情によってことでございますが、岩ヶ谷先生は。はい、私岩ヶ谷は、はい、エストゥディオユカフラメンコと言いまして、はい、エストゥディオ、はいはい、静岡市内と浜松市内で、はいはい、お教室をやってまして、はい、静岡市内では、はいはい、アーボンハウスフラメンコスタジオといって、もう清水の方でしたらもうご存知なんですが、はい、清水の銀座の中にあります、はい、本当にね、七夕祭りとかではステージが出たりして派手に、はい、踊っているところなんですけど、永井先生もそこのスタジオの先生、地元の先生 で、私も清水出身で、はい、2人とも約20年ぐらいはそこで講師をしています。清水のアーボンハウスフラメンコスタジオ、はい、それと、はい、朝日テレビカルチャー、ね、カルチャー、はい、セノバの5階にありますけれども、はいはいね、街中のところにもクラスがありまして、はい、あとは音楽天国さん、音楽天国さんでもクラスがありまして、はい、そうですか、はいはいはい、草薙店と、はい、静岡駅前店、はい、でレッスンを行っています。やってる、はい、で浜松の方は、はい、浜松マリポサスタジオといって、マリポサスタジオ、はい、浜松で、はい、フラメンコの専用のスタジオがありまして、はい、そこをお借りして、はい、住宅街なんですけれども、はい、フラメンコスタジオで教えてます、はい、あとは社会保険センターまだ出てくる、まだ出てくるすいません、社会保険センター、はい、社会保険センター、はい、浜松月曜日に3クラス持ってまして、めちゃくちゃ多忙ですね。行ったり来たり行ったり、もう永井先生ほど忙しくはないんですよ。でもまたですか。結構ハードル上げてくるんですけどね、はい、持ち上げて、持ち上げられちゃうんですけど、もう先輩ですから、それはもう30年以上静岡のフラメンコシーンを牽引されてきた大先輩ですので、すごい困っちゃうんですけど、本当にあと追いかけながらこう来てますので、私が僕マッコ先生の教室に初めて行った時まだ覚えてるんですよ、うん、はい、覚えてるんですよ、もう僕はギターずっと弾いててフラメンコ大好きで、で
だけど周りから言われるんですよ、踊りの伴奏ができなかったフラメンコギタリスト言っちゃいかんって言われて、誰とは言えませんけど、はい、言われて、僕はもう本当あれですよ、ギター一本持って、はい、マコ先生の教室の扉を叩いて、ポンポンって、伴奏できますかみたいな感じでよろしくお願いしますっていうところがスタートだった。はい、うん、正しい選択ですよね、本当に。お優しいし、マコ先生はいつもね、可愛いし、お優しいし、はい、なんか出てくるか。あ、ごめんなさい、今日ないんですよ。お姉ちゃんそう、ね、でも本当にフラメンコが奥が深すぎて、はい、本当に自分だけの、はい、あの独りよがりで弾いてるよりも、はい、多分三位一体で踊りと、はい、ね、ギターと歌の三位一体でやるよと、多分そういうご指導だったと思うんですよ。そうだと思います、ね、だからそれじゃないとフラメンコが成り立ってないぞという、うん、まあ、そういうことだと思います。私たちもやっぱりそれは意識して、はい、あの伴奏のね、ギタリストをお呼びしたり、はい、お歌の方もね、はい、あのお呼びしたりするんですけど、なんとノリピー先生は一人で歌とギターとやられるっていうのは、もうこれは全国でももう数人しかいない器用な方なんです。本当にね、ただフラメンコギターって言うとね、ギター弾いてるだけって思われるかもしれません。それだけでも難しいことです。なんですけれども、そこにあのフラメンコの旋律と大変なんですよ、あれ。そう、あの旋律と、はい、あのコンパスといってね、はい、あの難しいリズムがあるんですよ。普通のね、リズムじゃないんですよ、フラメンコって。じゃないんです。ちょっとお二方、ちょっとリズムちょっと叩いて、ブレリアでいいんですか。ブレリアでいいと思います。はい、あ、ちょっと今からちゃんと言いますね。はい、あの12拍子の曲で普段は私たち踊ったり歌ったり弾いたりしてるんです。はい、これがみんなで共有してるリズムだけのことを言いますね。はい、はい、じゃあお願いします。じゃあまだかけます。はい。はい、ワンオフラメンコです。まさかパルはやるとは思わなかった。さすが。このリズムに合わせてギターを弾いたり踊ったり歌を歌ったりする。これがベースなんです。私たちこれに合わせて弾いたり踊ったりするんですけれども、言葉がないっていうね。これがベース、あくまでもベースで、実は生徒さんたちもこのリズムは共有してまして、その入門からこれをね、皆さんにやっていただくっていうのが大変なんです。もちろんここまでなるには私たちも長い道のりがあるんですけれども、あの妙技の一つですね。すぐにはできません。入門の生徒さんがもう本当に2ヶ月ぐらいで、先生私はフラメンコができませんってよくおっしゃるんですけど、2ヶ月でこれができたらもうね、超天才の先生になれますよって言って、皆さん10年以上かかりますよって言って、リズムこれだけじゃないんですよ、他にもいっぱいあるんです。実はあるんです。いっぱいあるんで、あのそのうちの一つのリズム、ブレリアっていうリズムでございます。もう本当に変態ですよね。そう、変態です。なんだろう、何もそうなんですよ、打ち合わせしてなくて、はい、始めますよって言って、うん、あの手拍子で合図をして、うん、それでここで終わりますよっていうのも、うん、あの音で合図をして、うん、それでじゃあここで締めましょうね、ここで終わりましょうねっていうのを全て音で感じ取って、うん、あのやるので、打ち合わせ全くなくても、うん、あのその断りが分かっていればフラメンコの、うん、できるっていうことですよね。はい、今永井先生がその合図をすごく出してくださっていたの で、ね、はい、よくわかりました。はい、ということでございますが、門を叩いたっていう永井先生の教室の門を叩いて、はい、叩いてね、そう、ギターの伴奏ギター持って、うん、誰が来たんだぐらいに思われたかもしれない。いや、そんなことないですよ。まあもちろんあのね、あのある程度こう知り合いの方も間接的にいたりとかしたんで、まあ割とこうこうスッとか入れたんですけども、まあその後はもうすごいですよ、もう厳しかったですかね。もうその後はもう地獄のトレーニング
これやってこい、これやってこい、これやってこいって、もうすっかりいろいろお世話になりまして、本当にその説はすみませんでした。でもやっぱギタリストってね、踊り手さんに鍛えられるんですよ。そうですよね、やっぱり、ね、そうだと思います。やっぱね、そのルールっていうか、はい、踊り手の一体感を出したくてお願いをしてたり、はい、そのルールが分かってないとお互いうんうんってなるからですよね。これだからやっぱり合わせてね、はいはい、やっぱ気持ちを合わせる、合わせるっていうのが音だけじゃなくて、気持ちをね合わせたいっていう気持ちですよね、はい、そうですね。さあ皆さんいかがでしょうかね。いろいろちょっとフラメンコのちょっと入り口、これ全然もう本当わからないことですから、やっぱこれで説明をしないといけないというところですけども、まあ、それはねまた今日はですね、でもねこういう話じゃないんですよ僕は。私たちはフラメンコやってる人たちなんですけど、あれですよ、もうこういう話を違いますか。嫌になってますけど、あそれがいいです、それも出してください。失敗しました。すでにもう失敗した。すでに失敗した。漢字違う、漢字違うよ。ノリピー先生やってる、これぞ、はい、これぞ失敗でございます。そうです、まさに、はい、今日はですね、お二方にですねいい話じゃないんですよ、この話でございます、うん、このフラメンコ長くやられた中で、そうです、これねフラメンコだけの話じゃなくないと思うんですよ。うん、本当に生きていくうちにこのワードです、この失敗。もうなんだこれ大失敗と入れたいぐらいのちょっと二方のですねお話はですね、やっぱりですね、マッコ先生顔隠れちゃいましたね、なんかすみませんね。顔ちっちゃい、やばいです、ちょっとやめてください。もうちょっと下がっていいですか。すごいです。もうハードル上げてくれるから。可愛すぎてどうしようっていつも思うんですよ。引き立て役で。さあ、またまた。いやいや。この失敗でございます皆さん。これ嫌にやっちゃってますけどね。ノリピー先生、最初から。これさ、チョークで書くとね、字が分かんなくなっちゃう。じゃ本当に。いや面白い。やはり。やはり。ちょっと本当に大丈夫ですかね。これ大丈夫じゃないね。大丈夫じゃないこれは。なんかちょっとチラチラさっきから見えてて、誰も言ってくれない。違う違う、見えてたんですけど、大丈夫、俺ねチョーク持ってきてるから、ね、ちゃんとじゃあ、さあここでお二方にですね、一人ずつ、はい、この失敗談をですねお聞きしたいなと思ってるんです。さあ今日はですね、まずですね、はい、どうしましょう、ゆか先生からどうですか。どうぞ。私、はい、あら、まあね、失敗って一言で言いますけれど、はいはい、人生においては、はい、あ、綺麗、なんか綺麗な失敗という字になりましたね、はいはい、訂正できてます、はい、まあ、いろいろ人生においてはいろんなことがありますよね、はい、あります。で私たちはフラメンコというね、はい、あのものを生業にしているものですので、はい、あの仕事上では、はい、あの舞台の、ね、ことであって、まあ、ライブやってますので、はい、ステージ上であらゆることが起こりうる、はい、発表会、うん、しっかり、はいはい、私たちのね先生方が踊るプロのライブもしっかりですけれども、はい、観覧してても、うん、ステージ上でいろんなハプニングをお見受けすることってあるんですよ、はいはい。まあ、今ねちょっとコロナ禍でこの 2,3 年はね、あの大きな舞台とかも、はい、あのいろいろ控えられておりましたの で、ね、あれですけれども、まあ、この10年20年あの見てきて、はい、まあ、ちょっともう実際自分ではここまではないっていう大舞台での大失敗は目にしてきています、うん、森先生どんな失敗ですか、教えてもらえませんか、ね、まあ、大先生ね、ちょっと名前は言えません、はいはい、私あの面識はない先生なんですけど、ちゃんと YouTube でもアップされてる先生ですので、はい、名前は言いませんけれども、はい、あのイニシャルだけ、はい、王先生、王先生大体割れちゃうんじゃないですか、もうそれで大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、うん、全然あの、あ、女性の先生もう半分じゃないですか、ほとんど言ってるような感じがするけど、本人も、うん、もうネタにしてるぐらい、はい、あのの話なんですけれど、はい、あのシギリージャって、はい、あの、はい、フラメンコにおいてはもう本当に一番難しいと言われている、はいはい、変則5拍子の曲があるんですけれども、はい、
あのその重苦しい曲の中でも、もう最後の方はとても激しく足を打ち鳴らしたり、はい、もうギターがダラダラとなって、はい、歌もあーって叫んで、はい、もう私たちも最高潮に、うん、あの吐けるまで緊張感を持って最後決めるんですけれども、うんうんうん、そのもう最後の最後で、うん、その大先生やですけれども、うん、バストンといってね、うん、杖を持って、はい、タカ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 ってタキラタキラタキラタタ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 タの3個パンパンパンと押して終わるんですけども、その終わる時に椅子にトントントンのこのフラメンコらしい姿勢で椅子に座って決める。そこで椅子がなかったんです。椅子がなかった、大股開きになっちゃったんです。ステージ上でああってなんてバッて暗転しました。その後終わりです。曲の終わりの一音ですよ。一音でそんなことあります？そこまではもう泣きながら私たちも感動して見てたんですけど、最後そのトントントンで終わるんですよ。その最後のトンでドンって後ろにひっくり返って大股開きになっちゃったんですよ。笑っちゃったけどすいません。怖い。私もその舞台を見てたんです、はい、おめなへのね、はい、追悼の舞台だったんですけど、東京で開催されて、私なんかもう本当そんな大先生ばっかり出てくるような大きな舞台だったわけですけど、もうすごい緊迫感がすごいでしょうね、まあ、ここはヒリヒリした多分楽屋だったと思います。そうなんですよ、これはもうすごい緊迫感なんですよ。これは大きな舞台って、まあ、1000人から1500人入るような大きなホールなんです。で、そこでの、いろいろマイクだったり、はい、舞台装置だったり、はい、椅子もこっちに置いといたのをこっちにするっていう、はい、もう本当に一つの舞台上でもピリピリするような舞台だと思うんですけれども、そこの最後に椅子がちょっとずれてたんですよ。違うところにあって座れなかったんですよ。怖い話です。怖いです。見てた悲鳴ですよ、私たち。ですよね。だけど今はもう丸文字でやっちゃいましたみたいな、その先生もアップされてて、その映像はもうピンクの丸文字みたいな、そういう感じで本人もアハハハハっていう感じで出されてるので、ちょっと今お話ししちゃいましたけど、もう大抵を分かっちゃったみたいな感じで、ね、もうあんまりにもでもびっくりしたから先生も思わずそうにね、映像アップしてるんだと思いますけど、あとね、なんかそういう発表会とかでも、まあ、物理的な本当失敗ですけれど、チャックをね、お衣装ってぴったりした衣装をね、私たち作るじゃないですか、はい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 、で衣装をぴったり着て、はい、その後にシールとかマントンとか言って、はいはいはい、こうストールをかけるわけですよね、はいはい、で途中でそれ振り回したり、うん、かけたり、うん、まあこう一回置いてみたり、はい、いろいろその道具として使うわけなんですけど、はい、その発表会、私もそれもまた見に行ったことでしか第三地ちょっと見てないんですけど、本当すいません、大きな失敗はちょっと自分自身があんまりにもちょっとなさすぎてあれなんですけど、うん、こうジッパー後ろにね、うん、大きなジッパーがあるんですけど、うんうん、あれの一番上のホックだけ止まっていて、うんうん、全部開いちゃってる人がいて、もう全て後ろが見えている、うん、だけれども最初はマントンで隠れている、隠れていると、うんうん、先生も気づきません、舞台上の、うんうん、軍部で踊っている生徒さんたちで、うん、それもシギリージャだったんですよ。呪い呪い呪われる怖いですね。いや、さすが死者のね、弔いのね、曲でございます、シギリージャっていうのは。もともとはね、そうです。で黒衣装でね、みんな揃えたりするのが通年でね、まあ、それをね、私毎回自分の発表会でも毎回言うんですよ。そういうところがあって、私はもうチャックはもうみんなのチェックするよって言って、ひっくり返して C 錠をひっくり返してちゃんと止まってるか、紐は結べてるか、紐靴はしっかりしてるかって、毎回それをもうだから見ることにもしてるんですけど、うん、その発表会ではバ、うん、ーッとマントをねかっこよく広げた瞬間に後ろ向いたらもう全部が見えてたんですよね、ご婦人の。その方どうしたんですか、その後。その後ね、 2,3 分はねやっぱり踊り続けたんですけど、うん、後ろにひっくり返るたびみんなはその人しか見ないもんですから、うん、やっぱり300人ぐらいお客様見てらしてるホールだったんですけど、やっぱ途中からね、先生にお袖に引きずられて、ね、トントンってやっぱりなって、先生が気づいてもうすぐセコンドでタオル投げた。そうです、セコンドで戻る。でもあれがでも最後まで
映っちゃったらやっぱり、ね、ビデオも撮られてますし、まあすね、記念に、ね、なる発表会のビデオでなってますので、なるほど、だからそれを、ね、見た私は、うん、もう自分の発表会の時も全部ひっくり返して全部衣装が切れてるか、うん、男子だったらチャックはちゃんと閉まってるのかってよく言うんですけど、うんはいね、踊りの人気の先生たちでも、うん、男性舞踊手がもう社会の窓から、うんはい、あのシャツがピャーって出てるって、うん、もうカッコつけて時もあるんですよ。それは気をつけなくちゃいけないんですけど、うね、だからもうチャックのチェックはね、はい、ちょっと私もちょっと気をつけなきゃいけませんね。そうですね。します。もうずっとみんな そこしか見てなくなりますから、他のゲストさんとかね、踊り手さんにもやっぱり迷惑っていうか、ずーっと気になっちゃうんですよ、みんなその方が。なのでそうですね、ちょっとね、はい、大変な。でも私もね、ごめんなさい長くなっちゃってあれですけど、今思い出しました、自分のその物理的失敗としてなんですけど、うん、あのセビジャーナス祭りとか言って春祭りの、はい、あのね、お祭りを浜松で開催してまして、それはもう本当に気軽にね、はい、皆さん生徒さんに、はい、習ったお祭りの曲を出てほしいということで始め、はい、まあ、これセビジャーナスっていうのは説明すると、まあかまあ、フラメンコというよりもこう盆踊り的なね、そうです、うん、あのスペインのね、舞踊ですね。そうです、舞踊です、うん、春のお祭りの曲なんですけれども、うんうん、それをみんなで踊るっていう楽しさがあるものなんですけど、うんうん、まあ、それであの最初の振り付けがパンと足を踏んで、はい、手をこう広げるのが、はい、まあ、最初の振り付けの出だしなんですけど、その出だしのパンの一発で、うんうん、右足をトンって打った瞬間にあまりにちょっと胸を張りすぎて、うん、ブーってあのボタンが飛んで、すごいですね、すごい、やらかしちゃいますよね。でそれは私全然気づかなくて、うん、あの一緒に踊ってたもう一人の先生が、うん、ゆかちゃん胸胸胸って言ってあ、でも大丈夫です、下着は着てるんですけど、まあ、下着は見えちゃったんですもんね。でも見えてます、見えてます、開いてるんですけど、もう全然あの恐れずに、はい、まあ、でカッコつけて後ろ見てグーって止めて止めた、止めました、すごい、普通に踊りました、さすが、何 の, あの顔色も変えずに私、はい、手へもせずに、うん、せずに、うん、パンつってそのままかっこいい、さすがです、一瞬ね、一瞬はだけました、さすが、はだけたことはございます、うん、ただあの、はい、フラメンコでね、はい、失敗って今ね題名で言ってますけど、はい、あのこう舞台上での、うん、自分の踊りの中での、はい、何か少しやりたかったことがやれなかったとか、うん、歌のね長さが違ったから、はいはいはい、うまくはめられなかったとか、はい、なんかきっと不具合は、うん、毎回どの誰でもステージで、うん、プロでもあの、うん、皆さん生徒さんでも、はい、あると思うんですけど、これは失敗ではないんです、うん、これ説明しておきますと、あのフラメンコってこれ尺が実は決まってないんですね、うん、そうです、まあ、まあ一応打ち合わせではきちんと決めますけれども、やってもね、でも、まあ、いろんなアーティストさん呼ぶとやっぱ歌いの長さが違ったり、ね、うん、これはもう本当ぶっつけ本番だったりするわけで、そうです、うん、それを楽しんでるっていうところもあるもんですから、うん、そういうさっきのねあれじゃないんですけど、うん、そうです、そういう緊迫感が面白かったりもするのもフラメンコなんです、ね、だからそれはね失敗とは言わず自分でコントロールをして、うん、はい、調整してできてる、はい、ただ後から私あれをやりたかったのにって悔やむことはありますけど、はいはいはい、ただ失敗ではないと私は、ね、生徒さんにも言い続けていて、うんうんうん、調整した床ゆえに、うん、うまくはまらなかったこともあります、うん、だから果敢に、はい、あの攻めたというだけでこれ失敗とは呼ばないですよね、うん、そうですね、そうだから皆さんにもねそこは、うん、あの悔やまないでほしいし果敢にフラメンコしてほしいなって、うん、そういうことですね、ことがあるんで、今すごくいいお話されたと思うんですよ、うん、失敗では2種類あるってことですですね、チャレンジして、うん、成功しなかったっていう失敗はこれある意味成果でもあるじゃないですか、うん、成長なんです、そうですね、成果でも、でも何もしなかったと、うん、いうことで結果が出なかった、これも失敗っていう人もいるかもしれない、だけどやっぱり失敗っていうのはやっぱ何かにチャレンジして、そうなんです、うん、挑戦とやっぱりセットになって、うん、っていうお話ですよね、そうなんですよ、かる、うん、まあ、物理的にそういうね、はだけたとか、チャックしてなかったっていうのはちょっと、まあまあ、これはこれはっていう失敗は、小さい失敗はね、つぶつぶに皆さんあると思うんですけど、ね、まあでも私の失敗なんてもう、まあ、そんなもんでですね、永井先生は30年間以上
フラメンコをされてますので、はい、そうですね、大先輩ですから、いろんなことはあったかと。ここでじゃあ永井先生にちょっとね、失敗の話を、ゆか先生がいろんなこう3つ失敗しましたけどもね、いや、いいや、とてもね、いや、でもやっぱりあのステージとかにね、はい、あの見せていただく機会がたくさんあるんですけどね、はい、そういった中でやっぱりあの発表会、他の教室ね、うん、発表会なんかに見に行かせていただいた時の話なんですけれども、はいはい、あのやっぱ髪の毛をね、フラメンコの場合は、はい、モニョって言って、はい、お団子を作って踊られたりするんですけど、はいはい、あの群舞で皆さんがわーっと踊って、うん、一斉に集まって、うん、でパッと離れた時に、その離れた真ん中の空いているステージのところに、うん、真っ黒い毛玉が落ちてたんですよね、はい、それがあのこの真っ黒クロスケが落ちてたんですね。そうそうそう、いわゆる髪の毛を束ねたモニョだったんですね。で、その一瞬見た時に、うん、あれは何なんだろうってみんなそこに集中するわけですよね、はいはい、それで、あ、もしかしたらモニョが落ちてるんじゃないとかって思った瞬間、うん、その群舞の、ね、うん、大勢がバッて集まってきたんですね、うんうん、そしたらその毛玉をですね、皆さんで蹴鞠のように蹴り出して、はい、蹴るっていうのはあのねちょっとどかそうと思って、どかすつもりで、みんなの迷惑にならないように蹴るんですよ ね、 でももうそればっかりに見えてちゃって蹴鞠をやってるように見えてしまって、最終的にその蹴鞠はね、ちゃんと後ろの遠くの方に行ったからよかったんですけど、やっぱそういうこともあるから、先ほど言ったみたいにね、そう、髪の毛のチェックもやはりね、忘れずに、ね、しないとダメですよね。そうですね、本当にそのピンとかね、そうあのお団子の事件はたくさんありますよ ね、 すね、そう、本当にそういうやっぱりギタリストさんなんかはね、すごくいいギターを持ってらっしゃるから、はい、髪の毛のペイネタって言って、うん、綺麗な、ね、櫛の飾りとかがあるんですけれど、うん、そういったものもちゃんと止めてないと、はい、あの激しい踊りですから、はい、首を振った時にそういった、ね、うん、お花が飛んでったりとか、はい、飾りの、ね、お花があるんですけど、はい、それが飛んでったり、はい、そういうペイネタっていうね、はい、櫛が、はい、ペイネタ、ペイネタ、はい、櫛が飛んでったりして、はい、ギターさんにね、はい、あの、うん、そうそう、そう、飛んで当たったりしますから、うん、大変なことになっちゃうから、やっぱりそういうのもしっかり、うん、あの止めるっていうのはね、基本的なことなのかなと思いますけどね。本当にあのマントンでも事件いっぱいありますよね。ありますね。あの大きなね、ショールみたいなのも、まあ、振り回して私たちね、はい、踊るんですけれども、はい、あれがね、また刺繍されててね、うん、こうマイクをね、つってきちゃって、そう、これ、ね、マイクスタンド倒すですね、つっちゃうんですよね、このままバターンって、おーみたいな感じとか、僕もこうやって避けながらこうやって来てる、あれ目に入りそうになりますからね、振り回しますので、はい、ああいう事件はいっぱいあります。ありますね。ありがとう。あ、でこれはですね、あの私自身の失敗の話なんですけど、はい、やっぱり ある先生のお教室の発表会を見に行ったんですね、はい、であのその発表会の前に私はレッスンの時間があったもんだから、はい、その始まるギリギリに、そちら の、 あのホールの方、はい、会場の方にね、はい、到着することができたんですけれども、はい、あの入る直前にですね、はい、ちょうど1席だけ、2階の途中の通路側に1席だけあったんですね、はい、空いてる席が、はいはいはい、あそこに座れば大丈夫だなと思って、はい、でそこに向かって走り出したら、はい、もう始まる直前だったので、はい、ホールの電気がですね、はい、パンと消えたんですね、はいはいはい、真っ暗になっちゃって、はい、で真っ暗になっちゃった中、あのその私が目指す席に何とかたどり着いて座れて、うん、あ、よかった、間に合ったと思ったらですね、うん、後ろの方から声が聞こえたんですね、うん、僕の膝の上ですってかわいい男性のかわいい男性の声です。それ男性が見えなかったんですね。そうなんですよ。そしたらあのライトが明るくなって、はい、ショーが始まった時にですね、はい、あの私が目指してた席が前に、その前にあって空席だったんですよね。でその席ではない後ろ側に慌てて座ったらしくて、うんうんうん、どうやらあの男性の膝の上にちゃんと乗ってしまったらしくてですね、それはもうちょっとね、それで、もう一瞬何が起こったのか分からなかったんですけど、うんうん、その 目の前の空いてる席を見た瞬間に全てを察知してですね、はい、もう後ろ振り返ることもできなくてですね、はいはい、すいませんと言いながら前に座って、はい、その後はもうですね、あの発表会が始まったんですけど、はいはい、もうその事件が大きすぎて、はい、何を踊ってたのか何をやっていたのか一切分からないまま、もう本当にドキドキしてしまって振り返ることもできずにですね、あのその発表会が終わったっていうね、事件がありましたけど、まあ、そういった失敗もあります。なるべくならもうその会場からもすぐ出たいみたいなね。そうですね、あのこの場を借りてあの座ってしまった男性の方、申し訳ありませんでした。いやいやいや、でもね、その男性も女性がまさか自分の膝の上に乗ってくれると思って、意外と、あ、ちょっとドキッとするかもしれない。そうですよね。ドリピー先生嬉しい。俺は嬉しいですね。そうですよね。だって
って、ま、舞妓先生のお尻ですよ。いや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 、それは嬉しいですよね。なんなら座ってほしいぐらい。もうあの先生あの何の話ね。なんか話の方向がだんだん変わりそうなのでね。まあいいんですけど、そういう話も。のえ、逆にノリピー先生どうですか？はい、あ、でも私ノリピー先生の失敗してますよ。え、失敗？通報から。あの何回かあのライブでね、一緒にお願いして やるんですけど、あの、あれは呉服町の地下にある。呉服町の地下。ね、今はもうないんですけど、そこで頼まれて、はい、踊りに行った時にですね、はい、ノリピー先生があの、はい、そのスペインの椅子に座られてね、演奏を始めたんですよね、はい、その瞬間にですね、はい、椅子が壊れましてですね、ガンと音がして、はい、パッと見たらノリピー先生がですね、はい、椅子から落ちててですね、椅子がね、椅子がね、これはね、これはね、椅子が悪いよ。だって椅子が壊れたんだもん、だって。あれ、だって椅子が、本当もう、ね、ドッキリみたいな椅子ですね、ドッキリ。かなり丈夫な椅子なんですよ、見た目が。そうそうそう、もう本当にあの割としっかりしてる椅子で、で僕が編んであったりしてね、あれすごい、これね、面白かったのが、僕が下に落ちるじゃないですか、椅子が壊れた話だ、だけど周りはね、みんな上を見たんですよ、こうやってえ、そうそうだ、そんなにガタンって言った時に、ガタンって言って、俺こうやって下まで床まで落ちたじゃないのに、うん、前目の前にいた人は全員上を見た上なんかあったかなそう、そう、待って、それどういうことでしょうね。だからなんかガタンって言ったのが、うん、上から聞こえたんじゃないですか。あ、うん、上から聞こえたと思ってみんな目の前にした人が危ないみたいな、危ないってこう上を、だけど俺下だよこっちこっち俺下だよみたいな感じで、こっちこっち、そうそうそう、そういう感じ、あ、上からの、結構それでも前の話ですよね、それもね、そうそうそう、だいぶ昔ですけどね、ありましたね、すごい、そんな事件が、うん、そうです、結構椅子の事件っていうのも多いですよね、私も知ってますよ、うん、ノリピ先生の事件。何ですか？私ね、何年か毎年毎年ね、忘年会を、はい、楽しく開いてる教室なんですけど、はいはいはい、このコロナ禍はね、ちょっとやってないんですけど、忘年会は本当にやったの、ね、楽しく やっているんですけど、はい、ある時ノリピー先生参加しますって言って、はい、ちょうど今回は出れますって言って、はい、そうしたら、はい、なんと、はい、うちの生徒と真っ黒い、はい、動乱を塗って、はい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 、塗りましたね、ね、はい、もう奇抜な格好で、はいはい、踊られたっていう、はい、僕なんかね、失敗じゃないですね、あれ成功ですね、ごめんなさい、ね、成功だ、なんかブルマかなんか履いたんですけど、ね、うちの生徒のピンクのブルマを履いてたんですけど、まあ、言っていいのかな、あ、全然いいですよ、いいですね、あれはそうですね、栄光ですね、あの格好、あ、足かったですよね、あれはさすがにみんな SNS で上げなかったですよ、あの格好うん、みんな写真撮ってましたけどね、逮捕ですよ、ピンクのブルマですよ、だってノリピさん、あれは多分Facebook の管理者からなんか言われるかもしれませんね、ノリノリな、しかもね、こんなもうノリのすごい踊っちゃってね、もうあれはすごい、あれはね、栄光です、うんうん、ハロウィンでもないのに、ハロウィンでもございません、うん、でもね、あの時もあれは失敗じゃないですか、ね、大成功ですね、うん、年忘れの、もう芸でしたから、あれまたやってください、やりますよ、ぜひお呼び立て申し上げます。ぜひ次回はじゃあアップしていただいて。ぜひちょっとたまにね、なんか、はい、あーっていう日にはあの写真見るようにしてるんですそれであれじゃあ安心するんじゃないですか、ね、この人がこんなひどい格好ですから私たちはまだ大丈夫。じゃあもうあれ見て元気出るんですよ、もしはい、じゃあここでですね、はい、ちょっと宣伝の方に入りたいと思います。現在、この のりちゃんの小部屋でございますが、スポンサーの募集をしております、概要欄からですね、受付の方ができておりますので、ご予算の中でですね、宣伝などさせていただきます。テロップみたいなものから、まあ、動画みたいなもの、まあ、番組一段中断するような形も取りますので、それは、話し合いの上ということになりますので、ぜひとも皆さんご協力いただければぜひよろしくお願いいたします。そして、あと私の方からですね、明日ドラム缶パエリア、丘の上のロダンマルシェ、こちらでパエリアを焼きますのでね、草薙の静岡県立美術館前ということでございます。そして11月6日でございますが、こちらは東海道岡部宿、第6回にぎわい祭りでですね、こちら柏屋ステージというところで、12時15分から、踊りの伴奏をさせていただきます。お時間のある方はぜひ遊びに来てくださいということでございますが、このついでといっては何なんですが、ぜひあのお二方の宣伝をしていただければと思うんですけどもね、例の、
はい、あの実は私たち、はい、あのフラメンコライブに出演いたします。素晴らしいですね。どうぞ先生言ってください。はい、11月26日しし、はいはい、11月26日ですね。11月26日、はいはい、土曜日なんですけれども、はい、こちらの、七軒町にありますリアンというホールでですね、はい、私たちあともう一人踊り手がいます、はい、池野由香さん、はい、も、招いてですね、はい、あのフラメンコのショー、はい、それから一部はですねギターの、はい、クラシックギターの演奏があります。クラシックギターの演奏とフラメンコと、はい、両方あるということで、盛りだくさんのライブです。これあお二人出られもう、ね、私たちも出ます。私たちも出演します。で池野由香さん、はい、が来られて県内 の、 あの、はい、先生方3人と、はい、あと、アーティストが来ております。浜田若菜先生、若菜先生、有名な先生が、フラメンコ界の先生はもう有名でございます。この若菜さんって方はですね、何でしょう、スペイン研究家っていうです ね、 もうお父様が ね、 ね浜田二郎さんという方、うまあ、お亡くなりになったりしまったんですけれども、はい、まあ、今まさにそのお父様のですね、もう遺伝子を受け継いだかのように、すごいですね、もう素晴らしい。私も若菜先生にいろいろと SNS でちょっとたまに絡んでくれるんですよ。ちょっと嬉しいんです僕。すごいですね、うん、それは、うん、だからこれ上原さん、それは謝りとは言わないんですよ、この先生は。あ、うん、優しいですよね、優しい、お優しい、いや本当に優しい、言わなくて上原さんこういうのもあるんですよみたいな感じでいつも教えていただける浜田若菜先生。そうですね、本当に貴重ですね。静岡で歌われるのも珍しい、珍しいですね、だったと思います、なのでぜひね、はい、あのフラメンコをどんな感じかなっていう興味だけでもいいですし、はいはい、あの私たち、うん、普段はこういう感じじゃなくて、はい、フラメンコメイクをして水玉の衣装を着て晴れに踊ってますので、はい、よかったらね見に来ていただきたいです。 そうですね、そしてあとギタリストがね加藤野忍さんということでございます。僕もねいつも協会で先生のう、ね、もう本当に共演させてもらっていただいてるんですけども、またこのもうギターも素晴らしいんですよ。これがまた、もうぜひこれ皆さん遊びに、11月26日の土曜日でございますので、はい、静岡七軒町です、はい、お問い合わせ先、お問い合わせ先、これはですね、どうしましょうか、どこを読めばいいかな。じゃあ長井先生か私でいいですよ。お問い合わせ先、ここにねあのメールアドレスが一応あるんですけれども、ちょっと近づいて QR コードでスキャンできないな、 QR コード、あ、いいですね、ここの QR コード、ここでスキャンしてみてください。んちょっとアーカイブに一時停止したここでこっちだ、よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 あ、はい、あともう一つ、もう一つ、はい、すいません、はい、どうぞ。その次の日なんですけれども、うわ出たこのフライヤー、はい、ちょっとこれ派手なフライヤーです、このフライヤーなんかあれですね。また私あの、まあ、あの踊り手としてね20年あのやってきてるんですけれども、うん、あのそれとはちょっと別のお話で、はい、あの婚活のコンシェルジュ、はいやってまして、はいはいはい、それでししイベントを、はい、あの開催します。このフライヤーのデザインはどうしちゃったんですかこれ。ちょっとこれはね知り合いがちょっと作りまして私の感性ではないんですけれども、皆さんねあの人生においてね、あの楽しく過ごすためのね、パートナーを楽しい感じで見つけませんかというあの楽しいイベントをなんと同じ七軒町のコミュニティホールリアンで開催します。僕もリアンなんですね、はい、同じ日ところなんですけど次の日なんですよ、11月の27日、27日ですね、日曜日になります。皆さんこちらもですね、こちらも独身男性、はい、独身、まあ、女性は今あれですね、あでもいいですよ、大丈夫ですか、はい、女性も両方とも、両方ともね、特に最近のメンズは元気がないってさっき言ってましたので、ね、先生がちょっとそう、あでも元気ある、元気ある人です、元気ある人元気ある人そうですね、もう本当のりぴさんみたいに元気があるならねあれなんですけど、はい、なかなか女の子と出会えないという方がいらしたら、はい、ぜひ11月27日いらしてください、はい、ぜひこちらの婚活イベントです。婚活イベントぜひですね、こちらもぜひお時間のある方、料金も5000円ということでございますので、はい、リーズナブルとなっております。そうです、皆さんとねおしゃべりしたりゲームしたりします。はい、はい、ではこちらもよろしくお願いいたします。はい、宣伝の方はどうでしょう。そう、さっき20年とおっしゃいましたけど、そうなんですよ、私ね、はい、
2003年にあのフラメンコの教室をね、はい、立ち上げまして、はい、まあ、立ち上げたのも本当に偶然なことで、うん、はい、まあ、先生になろうと思って、はい、あの目指していたわけではなくて、うん、あの偶然に、はい、あの3級の先生が3人現れまして、同時に、それでどうにかして来週から受け持ってもらえませんでしょうかっていう問い合わせが来まして、まだその時にフラメンコ始めて5年の私めに向かってやってくださいっていうふうに、でそこから慌ててスペインに留学したりして、わあ、バタバタとまたね、あの研究しまして、でそれが2000で、そして2003年ですね、はい、にもうそのまま続けてから、はい、毎週毎週同じような、はい、同じようなっていうか同じ数、はい、あのレッスンをこなして早20年、はい、20周年ということですね。あ、来年目なんですけれども、はい、これはもう非常に素晴らしいことです。すごい、20年続けられてということです ね。どうですか、でもお二方に聞いてみたいんですけど、これは同時にあの、うん、コロナ前、はい、そしてコロナ禍を僕ら3年間経験させていただいて、そしてこれからがあるじゃないですか、うん、どうですか、こう何かこう変わったこととか、うん、それをちょっと聞いてみたいと思います、うん、これの番組一応ですね、はい、まあ、あの静岡の未来をちょっと語るっていう意味での番組でもあるんですけれども、はい、各業界の方々がどのようにこのコロナ禍をこう越されてきたのかとか、はい、あるいはどういうふうに今後やっていこうかとか、そういうちょっと質問をさせていただいてもいるんですね、はい、どうですか、コロナ、まあ、コロナ禍からいくとどうですか、ね、うん、そうですね、最初の、ね、はい、コロナが、ね、あの、はい、広まった時には、はい、その病気自体どんなものかが分からなかったので、はいはいはい、お教室をお休みせざるを得ない状況になってしまって、はいはい、ね、結局3ヶ月間ぐらいお休みを取ったんですけれども、うんうん、それでもやっぱりあの、はい、生徒さんの方からですね、はい、あのやらないでいられるのは辛いと、できればやってほしいというふうなお声をいただきまして、はい、それでじゃあ、 あの人数をですね、はい、半分に減らして、はい、教室数を増やして、はい、クラス数を増やして、はい、じゃあやりましょうということで、はい、始めさせていただいたんですけれども、はい、それからですね、ま、この、うん、なんていうのかな、コロナに対する感染対策ですとか、そういった体調が悪い時は、はい、もうみんなのことを思いやって、少しでも悪ければ、はい、あのクラスには出ないようにしましょうっていうのを決めてですね、はい、あのみんなで決まり事を作って、はい、それで現在に至るんですけれども、うん、あのおかげさまでですね、あの特に変わることもなく、うん、あ、そうなんですね、あの私のところは続けさせていただくことができておりまして、はい、継続ができて、はい、ということですね。ゆか先生どうですか。うちもですね、ちょうどコロナに入るっていう時に、うん、はい、あ、コロナに入るという時に、うん、ちょうどね、3月ぐらいに、うんうん、各世界の他の国が騒いで、うんうん、まあ、水際対策はどうだっていうちょうどあの時、はい、3月ぐらいなんですけど、はい、もう発表会の準備をしてまして、はい、全員が一丸となってるところでのコロナ禍に突入だったんです、はいはいはい、で私はあの発表会って大体1年半から2年の間、うんうん、ね、で1回やるっていうことで、ね、はい、皆さんそういうきらめく舞台に向かって練習をしてきて、うん、リハーサルも終わっていて、はい、ようやくもう出すっていう時に、はい、コロナでことになって、はい、分からない、まだワクチンもない、うん、そういう状態で私は、うん、どういうやっぱ決断をしたかというと、やっぱり中止にして、うん、中止にして、はい、でまた折を見て1年先に予約をしましたけれども、うん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 、また折を見ていつかやりましょうということで、うんうん、1年ごと予約を伸ばしてそれから来たんですけど、うんうん、あれからもう3年ね、はい、経っていて、はい、まあ、やっぱり永井先生と同じで、うん、やっぱり気をつけながら換気を常にしながら、はい、全員がマスクをして、はい、で月2回のレッスンにしたりして、レッスン数を減らしたりして、はい、調整をしながら、はい、コロナ禍を超えて、はい、一応1ヶ月ぐらいは緊急事態宣言の分の時だけお休みしたんですけれども、はいはい、うちもやっぱり今までね、はい、心の支えとして、はい、人生の支えとしてやってきたものをね、急にはやめられないということで、うん、やっぱり皆さん来ていただいて、うんうんうん、で今もそれを続けていて、はい、でようやく2023年来年ですね、6月の11日に発表会が再開できることになって、はい、なんと4年ぶりに、うん、そこに
発表するっていうことができて、はい、もうそれまではオンライン発表会にしたり、はい、自分たちがまあできることを ね気をつけながらやろうということで、はい、やっぱり、うん、先生たちの努力もあるし、はい、来てくださる生徒さんたちの我慢があったり、はい、アーティストさんたちが本当に厳しい中、はい、歩いてきてるっていうのも私たち先生たちもひしひしと感じています、はい、ですけれども今ちょうどね文化庁の助成が出たりして、はい、この秋からいろいろコンサートがいろいろスタートしたりしてますので、はいはいそうですね、私たちも気をつけながら、はい、これからはねやっぱり動かしていこうっていう気があって、はい、ただその体調が悪い時にはやっぱりみんなね気をつけて仲間のことを考えて、はい、気をつけながら歩んでいこうっていうのが、はい、やっぱりみんな同じ考えですね。なので希望は前みたいに一体どうなるんだろうっていう暗闇の中というよりは、はい、少し光が見えていて、はい、私たち踊っていいんだとか、うんうんうん、もう笑顔のね、うん、顔出していいんだとかちょっと、はい、マスクでねオンラインの発表会をしたりとか、うん、講演のね発表とかもマスクをしたりしてやってたんですけれども、はい、ようやく、はい、この最近ですね、はい、もうようやくその発表の時にはマスクはするのやめましょうとか、はい、言えるようになってきました。だから少しこう希望が見えてきたという感じはします。だからみんなねいろんな私たちだけじゃなくねこういうこう舞台とか、はい教室やってる人たちだけじゃなくても、はい、みんなそうだと思うんですけど、はい、いろんな職業の方がね、はい、動き出してね気をつけながら元気をね、はい、出していくっていうのがいいかなと思ってるんですけど、はい、どうですかノリピー先生。そうですね、まあ、このねやっぱフラメンコに関してやっぱオンラインじゃやっぱ伝わらないんですよ。本当にそう思います。これはね、まあ、いろんな方が試して、ね、僕もオンラインのライブ見ました、うん、フラメンコにいくつかだけどやっぱり伝わらないんですね。フラメンコは、ね、近くで見ていただいて、うん、この迫力をね、うん、感じてもらうっていうのが、まあ、商売のところもあったりするんですけど、うん、もう少し講義で言うと、うん、その持続可能な社会なんてよく言われてます、うん、今だもんで結局どうやって今後今自分たちがやってきたことを持続していくかって考えた時に、まあ、オンラインでできることはもちろんあるんだけどやっぱりその踊りを実際現場で見てもらうっていうこのここはね揺るぎないんですよやっぱり。そうですね、うん、そう、まあそれこそね普通のミュージックだったら、まあまあ、ミュージックでもやっぱライブは素晴らしいけれどもそれでもまだ音響のいいものでなんとかそれでうん、こと足りる部分人もいるのかなと一部ね、はい、でも踊りってなるとやっぱ違いますよね。違いますねこれは。生とオンラインではもう感じる感じ方がもう全く違うような気がしますね。もうでもね本当そこをねいつもせめぎ合いになるところなんですけど、はい、ただねまたこれ気をつけるところなんですけど、はい、お家にねご高齢の方が一緒に住んでたりとか、はいはいはい、自分もちょっとね具合が悪くなってしまって、はい、でもどうにか先生の踊りを見たいですって、まあ、そう懇願されることもあるので、うん、そういう時はどうぞね今回はオンラインで見てくださいっていう時もあるし、はい、これはもうねもうどっちもの意見があってあれなんですけど、それこそ、ね、辛い時があります。今まで生で東京とかに行かなければ見れなかったような人たちのものが、うん、オンラインによって私たちも見てありがたい時もあるっていう、はい、静岡で、はい、ね、はい、すごく素敵な、はいアーティストさんたちの踊りをいろいろ見ることができるっていう、静岡にいて見れるってことも、うん、それはもうオンラインの良さですよね、うんうん、生で見るのが一番いいんですけど、うん、やむなく行けないという場合は、うんうんうん、まあもう見てね勉強させてもらいますっていう、気軽にオンラインで見れるっていうのはありがたいですよね。まあ確かにそうですね、ハイブリッドの考え方でもね、はいはいはい、あってだからいつもね出演者一同でこれはもういつも議題になってね、はい、考えることなんです本当に最近のね、はい、こう復活してきたフラメンコライブでも必ずそれをありますかないですかっていうのを確認してね、はい、出演される先生私はねどっちでも参加しますけど、はい、そっちだったら参加しないとかこっちだったら参加しないとか、うんまあ、議論は本当に分かれて、まあ、分かりますね、これはでも分かれるんですよ、ちっちゃいお子さんがいたりとかご高齢のね家族がいたりとかもみんなさまざまな生活の中なので、うん、これはもう対応をね、うん、その時で考えて、うんやっぱ優しい気持ちでね、うん、対応してます私は。そういうことですね、まあ、もちろんねフラメンコは生で見るのが一番いいのがこれが、うん、いいんですけれども、はい、揺るぎない。おコメントが入ってますということでございます。本当ですか。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとコメントどっからこれを見ればよろしいんでしょうかね。カーマットフロアマット専門店、あフロアマット専門店さんからですね、
これ何て書いてあるんですか、これ。あ、これだ。清水出身なんだ。それだけで嬉しいと。あ、実は私も清水出身なんです。あ、発注です。何中ですか。何中です。私はね、実は静岡なんですけど。私清水出身。清水出身。嫁ぎ先が清水なんです。あ、嫁ぎ先。はい。出身。まあ、ざっくり清水。ざっくり清水。あ、でも清水の方がもう長くなりましたから。そして次、井出さんから来てます。あ、加藤さん。あ、加藤さん。ごめんなさい。あ、加藤さん。あ、加藤さん、いつもこれお茶屋さんで、そうなんです、和紅茶って紅茶作られてる方で、すごいね、これ美味しい、上品な味わいでございます。この前僕いただいたんですけど、でこの加藤さん、スキャンできましたよと。あ、先ほどのえ、どういうことですか。ひょっとしたらあれ、加藤さんは独身ですかね。独身です。あ、加藤さん、加藤さん、加藤さん、お待ちしてます。これもう来るしかないですよ。急に来ていいですよ。だって先生、これスキャンできましたよって送ってます。ああ、ありがとうございます。加藤さん、お待ちしてます。こちらよね。ありがとうございます。スキャンしたんだね。スキャンしたってことで、ぜひご連絡ください。まあ同時にこれはスキャンもできたということでございますね。素晴らしいですね。ありがとうございます。そしてお次の方です。井出さんということでございます。井出さん。あ、これパエリアのことですね。これ。ロダンはロダンマルシェですね。パエリアあってそうですね。あ、ありがとうございます。コロナが収束すると良いですよね。だんだんコロナとの付き合い方も適応してみんな上手になりますよね。そして盛り上がっていくと良いですよね。そうそういうことですね。そうですね。ありがたいですね。ありがたいですよ。まあ励みになります、こういう言葉は本当に。さあ、ということでございますが、そろそろね、時間も迫ってしまいましたけど、あっという間でした。思い残すことが、思い残すことがあれば今のうち何か喋ったらどうですか。まだもう少し時間を多分お許しいただけるかとは思うんですけれども、大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうここから座談会でもいいですよ、また。あのね、ドリビ先生の失敗の話をはもう僕ですか？うん、僕はで、さっき椅子が壊れたの、舞子先生が。舞子先生のご指摘でございますね。自信、ドリビ先生自分が思うのは、うん、あのね、今日のさっきの失敗の話があったじゃないですか、その。チャレンジして成功しなかった失敗と、何もしなかった失敗って、僕これね、後者の方の失敗かな。あ、お、何がそういうの、なんだろうな、こうもう少しこうなんだろう、自分のこうやりたいことというか、自分の意見だったり、もっと正々堂々と、まあこういう僕らやっぱギター弾いたり踊ったりされるって、やっぱり周りから見られてる対象なんですよ。でやっぱり叩かれますよ、やっぱり。叩かれます？叩かれませんか？うーん、お気づきになられてない。それ気にしてたら商売ならないですよね。やっぱ気にしない人たちがちゃんと先生だ、そう。だから僕は、それはもう覚悟でやってる。このコロナ禍において、特にやっぱもうサングリア演奏毎日やってたわけですね。まあ後半は週末だけでしたけども、まあ自分が実際そのギターの仕事がほとんどなくなった時に思ったのは、まあもっと自分のやるべきことをきちんと、やっとくべきだったなっていう失敗かな。後から思った。後から思いました。違う、前々からずっとそう感じてたんですよ。あ、うん、なんか怖いなと思って。あ、そうですか。あ、怖いなって思ってたんですか。思ってたんです、僕は。本番。ギター弾くのが怖い。誰が見てるか分かんないから。いやもうね、そこのプレッシャーから私たち打ち勝って開き直らないといけない感じでやってるんですよ。で、ある意味ね、その先生をやり始める時に、もうこれは私は自分のことね、うまいと思ってもなくて、やっぱり頼まれて、先生やってくださいって言ってスタートした。で20年経ってるんですけど、最初のやっぱりね、立つ時に覚悟しましたね。これはもうだってしょうがない、自分はまだ未熟なのは自分でも分かっている、だけど精一杯やる、だけどもうその辺はもう覚悟して、さらけ出しましたね。で、思い切りあとはもうやるしかない。そういうことですね。続けるっていうことがすごく大事だと思います。なるほど、真面目にね。ちょっと聞きましょう、始めるにあたって何もやらなければ何もないじゃないですか。何もない。でもそれをやり始めたら、そのやることをどれだけ続けていけるかっていうことがすごく大事だと思う。例えば周りから、ね、あの先生はすごい下手なのになんで先生やってるのとかっていうのも聞かないわけではなかったです、やり始めた時は。でもそれでも言われてても
やり続けた、はい、そしてこういうふうに何十年もやらせていただくことができたっていうのは、やっぱりこうやり続けてこれ、うん、やり続けていく精神力とやり続けようという思いがあったからだと思います。だからそういうふうに続けていくことによって、あの言ってた人たちってだん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 少なくなっていくんですよね。なるほど。あの、うん、後から振り返れば、うん、最初の頃はすごく言われてたのもありましたけど、うん、はい、今振り返ってみると、うん、今現在そういうふうに言っている声っていうのは、はい、私の耳にはもうほとんど入ってこなくなりました、うん、だからやっぱり何を言われようが、うん、どうしようが、うん、あのどう思われようが、うん、やり抜く、やり抜く、うん、それがすごく、そうですよね、大事だと。それで初めてチャレンジして、そうです、ね、成果がついてくる、ついてくるということですね。まあそれはたとえ失敗でもいいわけですね。全然全然、うん、失敗をして、失敗とは言わないような気がする。失敗と言わないですね、うんうんうん、そういうことですよね。失敗ではないですね、この、またそのまた永井先生にはまたそこに愛があるから、みんなが分かるんですよね、うん、そこの続けてついていくもう、ね、本当にあのものすごいこうハードルを、ね、上げてくれるんですよ、いつも素晴らしくてあのなんでやっぱり先輩の、ね、背を追っかけて私もね、うん、歩いてきてるわけですよ。いや、それは僕もそうですよ、ありがたいですよね。やっぱりそうで、やっぱりその中で見てると、まあ、フラメンコに対する愛と、はい、生徒さんに対する愛もこれがやっぱり永井先生は、はい、もう抜群に、はい、もう静岡県内の中でも私は、はい、あのまあ、他の県も知らないのであれなんですけどあの言葉選ばなきゃいけないって大変ですねでもね、あの私も習ってきた大先生たちも東京の先生たちも本当に愛が素晴らしい、うん、けれどもあの永井先生もまた特に生徒さんもすごく大事に、私も大事ですけれども、うん、それも愛にあふれてて自然にやっぱり生徒さんが感じて、うん、それは習いに、ね、来てくださるんだと思いますよ、うん、本当にその愛ですよね。そうですね、もうフラメンコはね、やっぱり愛だと思います。なるほど、うん、はい、あのフラメンコって踊り手だけではできないじゃないですか、はい、必ずギターもいて、歌い手もいて、パルメーラと言って叩いてくれる人もいて、うん、その人たちがみんなで、うん、作り出すものがフラメンコだと思うので、はいはい、そこでなんだろう、愛があるかないかで、はい、全然このノリも違ってくるし、うん、私はやっぱりフラメンコってすごく愛だなってすごく感じるんですね。だから、うん、あの、うん、愛情を持つ、人間性を土台として、そうです、アートが、相手を思う、うん、尊敬する、気持ちがあって初めて、初めてそこで表現ができるということですよね。そうだと思います、うん、いや、その三位一体がね、うん、美しいですよね、うん、大事だと思う、大事、はい、ということでございますがさあどうですかね、もう皆さんコメントなかなかね、フラメンコが来ないですね、なかなか見てくださってるかな、うん、生徒さんたち。さあ来週ののりちゃんの小部屋でございますが、少しヘビーの内容、まあ、ヘビーというかすごく優しい男のゲストなんですけ ど, でしょう。これね、実際に本当に戦争にを経験した兵士が来ます。トルコ人です。あ、トルコ人、はい、お国のために戦った人間が実は静岡にいまして、うん、彼を呼ぶことにしました。あら、すごいですね、うん、で彼も、上松さんだって言ってくれて語ってくださるんですか、戦争のことも。あの、ね、うん、あのもちろん細かい舞台の話とかそういうことは守秘義務があるので、そこはお話はできませんけれども、まあ、実際にあった自分のその戦争について、平和について、戦争についてのお話ではありません、これは平和についてのお話をしたいと僕は考えてますので、ぜひ皆さん、ご興味のある方はぜひ来週ものりちゃんの小部屋、ぜひご覧になっていただきたいと思っておりますが、はい、ということでございますが、今日はありがとうございます、本当にこちらこそありがとうございます、ね、はい、ギタリストのりちゃんの小部屋でございましたがありがとうございますこれは年内にのりピーの小部屋になったらちょっとこれもなんだかね、なんかこう可愛らしいイメージです。いや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 、のりピーの小部屋もね、さきちゃんとあやちゃんも多分喜ぶと思いますよ。本当ですか、はい、まあ、さきちゃんとあやちゃんというね、あのちっちゃい子がフラメンコの教室にマッコ先生とかに来ててですねファンなんです。いやいや、もう本当可愛い、あのね、あのノリピー先生っていうニーニアスが来てまして、子供たち、はい、来てまして、いつも僕の前の前では言わないんですよね。あ、本当ですか。マイコ先生に言わされて初めてノリピー先生って言うんですよっていうのは、そのお二人はお子さんは、あの実は家では、はい、
自分の家に帰るとノリピー先生って言ってるらしくて、そうなかなか本人の目の前ではね恥ずかしくて言えてないんですかね。加藤さんから来ました、またコメントが、はい、またすごい人材ということで、あ、次週のねカルタスのね話です、彼からいろんな話をねしてみたいと思います、ということでございますが、今日は本当にありがとうございます、ありがとうございました。レイズテレビノリちゃんのギタリストのりちゃんの小部屋でございます。最後噛んじゃうんだ失敗もう一回やり直します、もう一回やり直します、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、そういうことで皆さんまた来週よろしくお願いいたします。ギタリストのりちゃんの小部屋でした、ありがとうございました。ちょっと待ってください、これ失敗します。はい、チーズ何枚かとります、ありがとうございます、ありがとうございます、顔パンパンです、ありがとうございました、ありがとうございます、楽しかったです、あっという間でした、貼ってってもいいですか、これすごかったね、あ、最初のですか、あ、本当ですか、あれって、もう一回やってください、あ、できますよ、ちょっと動画撮ってもいい、はい、本当ですか、同じことできるかな、リールで上げてもいいですか、はい、全然大丈夫です、足入った方がいい、いや別に全然入んなくてもいい、入んなくても全然いい、はい、じゃあ邪魔だからいきます、はい、回します、めちゃいい、来ました、テイク2、テイク2でした、テイク2お疲れ様でしたということで、テイク2、ありがとうございます、いつもありがとうございます、すごい、すごい、さっき聞いた時鳥肌立っちゃって、あ、本当ですか、ありがたい、よかった、生で見たいと思ったの、あ、私たちぜひぜひ踊りますので、よろしくお願いします、見ていただきたい、ダンサーでございます、これでも音は全然止まっとしないもん、これもね訓練されてるんですよね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます、楽しかったです、イビートマンアンマルシェリー